3、2、1。どうも、もこですね、はい。まあ、ちょっと今回、まあ、ちょっとまあもういい加減 B にも飽きたからね、飽きたじゃないけど実際も上がっててもおかしくないし、はい、そこでやっぱちょっとね、運が悪いとかで負けて皆さんにね、そのしょうもない試合ばかり見せるの申し訳ないので、はい、早急に B プラスにまず上がっておこうと思います。おお、頑張ってください。頑張るのは、はい、あなたなんだよな。え、負けられるんですか。はい、パッと。あ、わかりました。お前さんね、はい、とりあえずやるんですか、僕が。やってみて。まあ、もうここはもう俺がさ、俺昔戦えたじゃん、はい、やらして、はい、でバレて、はい、そういうんじゃなくて、もうオープンでね、やらせれば誰も文句言わない。はい、そうなんですか。もうオープンでやらせれば誰も文句言わないから。お、何その、なんかその、ラグビー選手みたいな。どっちにしようかなって。どっちも変わんなくない？いや、変わるんですよ。変わるの？これ、スプラスピナー。スプラスピナーコラボか。そうじゃないかってこと。はい。バレルロード、バレルだよね、つまりこれ。そうですね。ラインバレル？え？スプラスピナーです。スプラバレルか。スプラスピナーか。こっちでいきます。OK！ じゃあ、早速ね、はい、やってみましょう。はい、じゃあ、マッチングしました。行きましょう。はい、まあ、エリアです。負けたらごめんなさい、マジで。ん？本当に謝ります、負けたら。負けたらお前、はい、分かってんだろうな。具体的に言うと何が起きるんですか？もうバッコリだよ。バッコリ。もうお前この世界で生きていけないようになるよ。どうするんですか、マジ？いかんの世界。いかんの世界で。でも。あれやって、チャージャーいましたっけ？見てなかったんですけど、チャージャーね、いなかった気がする。あ、うまい、食べましたね。うまい、スプラスピナーそんなにいいの？あ、うまい。これ確定なんですよ。4か5かな、4か5か。結構当てなきゃダメかも。結構当てなきゃダメなんだこれ。はい、とりあえずこうやって、うん、なんていうんですかね、結構制圧できるときは相手の高台に行っちゃうと、あ、こっちに構わないといけないんで、相手が同じエリア進めてあげようみたいな。あー、うまいな、そういう戦い方って感じか、はい、確かに俺もこのね、タチウオはね、上に来られるとやっぱ嫌だね、うん、うまい。あ、うまいわ。感度これプラス2とかやった気がする。あ、うまいな。あ、うまい。こんな使い方強いんですよ。こんな使い方できるんだ。あ、もう勝っちゃった。ほら、強くないですか、スプラスピナ。スプラスピナ強いんですよ。え、何勝ってんの？え？もっと負けるとこでした、今の。もっと楽しましてよ。ごめんなさい。スプラスピナーが強いから悪いんですよ。ということで、はい、あと1回じゃないですか。ほら、あ、本当だ。さあ頑張りましょう。次これ俺がやるべき、当たり前じゃないですか。自分の力でなくて初めて B プラスですよ。じゃあ俺も スピナー使った方がいいのかな。いや、ダメです。はい。あー、これ B マイナスが多いから、もし味方が B いっぱいだったら8しか上がんなくて、もう一回やらなきゃいけなくなっちゃうかもしれない。あ、マジで。うわー、タチウオだ。まあこれも神が当たったら知れるか。うん、いや、マジで B バスならでも勝てるんだよ。でも相手カーボン2枚いますね。うん、ここには、はい、これはもうカーボン対決ということで。あー、はい、デコでしたけど、デコ、なんか最近ちょいちょいデコの方が多いんじゃないか。そのぐらいカーボンって、まあ、同じぐらいだよ、まあ、昔デコなんだ。ます、ね、うまい、今の、いいです、ね、俺手首かいてマジうまいんだよね。リストが強いっていうか、この人よりも、はい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 、ギリギリまでエイム合わせられんじゃん、打つまで。いい、多分これは他の人より立ててる自信がある、この2ポイントだけは。あ、本当にやばい、他の点では劣ってると。劣っ、あー、今のしょうがないですよ。一瞬
比べてたんで、これ S と人たちに比べたらやっぱできないかもしれないけど、はい、B 体に比べると B 体なんか、いや多分ね、いやでも普通に SQR、 おお、それ多分センスだと思う、この手首回転って、とっさの判断力みたいな、こういうですね、そうそうそう、反射神経って言ったら、そう、チーズの左に見たの多分ね、この辺で、本当はチェイスボブ好きだよ、めちゃくちゃチェイスボブに弱いですよね。いや本当弱いんだよね、チェイスボブって人になってると、うん、あの追ってくるんですよ、イカになってると追ってこないんですよ。え、そうか、要するに僕の言いたいことは、イカになってる時間が短いんじゃないですか。あ、そういうことか、はい、だからチェイスボブに追ってくるのが近いって、あ、そういうこと、はい、そう、このセンサーを倒す感じで OK です、これに隠れて、そう、上に上げて、イリストで、はい、イリストで、あ、ボムらしくてね、ボムらしくて、で、切れてるんで、ちょっと別に、あ、これで楽しんでるんで見ます、いや、チェイスはイカになってると追ってこねえんだ、はい、イカになってると追ってこないんですよ、それはいいこと知ったよ、イカになって避けてあげると、もう、え、イカになって避けてあげるとイカ、あ、もうアオリイカするやつってさ、はい、あの人格破綻者じゃん、精神病棟に、精神病棟に確認しろしとけよ、あ、ちょ、負けてるのにだよ、はい、よくアオリイカできるよな、要するに、時間の無駄を相手がしてくれたと考えましょう、そうだ、相手がうまかった、はい、そう考えましょう、俺は俺の方がうまかったでもですか、でも勝ってる、確かに、勝負で勝てばね、勝負で勝った試合か、試合に勝てばね、勝負に勝負に負けても試合に勝てばいいんだよ、もうすぐ勝てます、もうすぐ D クラスです、頑張って頑張って、うぇ、頑張って、焦らず、センサー使ってくれてるんで敵の位置分かりますよね、おぉ、これを倒しましょう、絶対です、撃つ撃つ、 OK です、やりましょう、エリア、お前、俺は OK です、あー、よっしゃ、勝ちも、勝ちか、これ塗る、ここら辺、まあ塗りましょうか、全部塗る、多分来るんで、敵来る、相手カーボンなんで塗るときって確実にコロコロしたりバシャバシャしなきゃいけないんで、その間は多分、あー、来た、あ、そうですね、倒しましょう、OK、リストで、あー、だからこれさ、なんかいじるとさ、あのカメラアングルがバグるんだよね、このゲーム、それはちょっと強くいじりすぎなんじゃないですか、え、あ、あの上行って出しちゃうと、あー撃たれた今、今のまま敵が上かったと、いや当てずっぽうでしょあれだったもうすぐ勝てます、もうすぐ勝てます、まあまあもう勝てジエリアを守りましょう、とにかくもうちょっとジエリア、ジェイスを守るか、はい、守りましょう、あなんかたまに引っかかるんだけど、はい、あそこあれですね、これで勝ちやろ、カーボンもやりましょう、カーボンもやるか、こっちからがまだ来るんで、たぶんなんでやばくないこれ、え、なんでやばいよこれ、高台からもうバシャりましょう、もう上で、あ、オッケーオッケーオッケー、はい、よし、もうこっちから行くわ、ちょっと待ったな、75秒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 、ナイス、続けても、あ、そこ、たぶんエリア確保できました、今下に、もう一回、倒しましょう、あいつ、あのチャージ、オーケー、勝ったやっと B プラ行けましたね、多分だけど、こいつらこみだな、多分ですけど、まあ行ったでしょ、多分行ったと思いますけど、俺側に B いっぱいいただけるんだよ、あ、もう勝ったね、B マイナス2人だし、こっち10以上上がらず、おー、ジャスト10、 OK、 やっと上がりましたね、B ブラに、とこれだけのことでどんだけ時間かかってんだろうね、いやー、どうした、よかったです、
これもね、はい、小林さんのおかげです。じゃあまたね、はい、ぜひ来てください。わかりました。来てくださいというよりかは、まあ、無理やり呼びます、はい、まあ機会があれば来ますよ。機会なくても来いよね。あ、なく、あ、わかりました。いや、機会があるからって言葉ってさ、はい、その機会って来ないよね、大体。機会があればまたよろしくお願いしますって言うけどさ、確かに大体来なくないぞ、機会って。もう機会来ないかもしれないです、ね。そういう社交辞令はね、やっぱ良くない風潮だと思うよね。いやでも僕は社交辞令じゃなくて本当に来ますから、うん。あ、本当に、はい、やっぱもうさすが。はい、信じてください。さすが後輩だよ。はい。じゃあまた来てくれよな。はい。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。